はい、皆さんこんにちは。やるやんチャンネルのヤマトです。バージョン 2.8 の後半がスタートして、とうとうヨイミヤが復刻されましたね。ヨイミヤはメインアタッカーとして大活躍してくれる炎元素の弓キャラクターで、単体の敵に対して高いダメージを叩き出すことができる最強クラスのキャラとなっています。ただね、次のバージョン 3.0 も近いので、今回ゲットするか悩んでる方も多いと思います。その後押しというわけではないですが、良い意味でいろいろなパーティーを組んでみて、個人的に使ってて楽しい、爽快と思えるパーティーを2種類ご紹介していきますので、ガチャをするかどうかの手助けになればと思います。それでは早速やっていきましょう。まず1つ目です。良い意味、イエラン、ウンキン、ベネットのハイパーキャリーヨイミヤです。ハイパーキャリーという名前の通り、全員でヨイミヤを全力でサポートしていきます。イエランによるダメージバフと水付与、ウンキンの通常攻撃バフと速度アップ、ベネットの攻撃力バフと炎元素バフ、そして炎共鳴と、どれだけサポートすれば気が済むのかと突っ込みたくなるくらいたくさんのシナジーがあり、強力なパーティーになっています。ヨイミヤは通常3段目と5段目の倍率が高く設定されていて、スキル発動中は基本的に最終段まで出し切る方が相手に効率よくダメージを与えることができます。しかし防御力が低く、出し切ろうとしてやられてしまうというパターンが多く、結局ダッシュで避けて相手にうまくダメージが与えられないというケースがよくあります。防御面に関しては、ヨイミヤでパーティーを組むときに毎回課題となります。対処法としてシールドで守るか、通常攻撃速度をアップさせてやられる前にやるか、中段耐性を高めつつ相手のダメージ量を上回るほどの回復をさせるかというやり方がよく使われていて、今回はウンキンの通常攻撃速度アップとベネットの回復を採用しました。ヨイミヤの通常攻撃速度を上げるのは意外と重要で、見比べてみるとまあそこまで差がないように見えますが、実際に戦闘で使ってみると使用感が全然違って、ありがたさを実感できると思います。これはヨイミヤをゲットしてぜひ体験してもらいたいところですね。もしウンキンが貫突していないという場合は、ウンキンの位置を勝利先生やカズハにするのもありです。カズハの場合はより火力特化になるので、爽快感ではピカイチですが、立ち回りは相当難しくなります。最後に武器や生物について載せておきます。はい、一つ目は以上になります。続いて二つ目です。ヨイミヤ、オクト、フィッシュル、ベネットのダブルエレクトロヨイミヤパーティーです。海外でも有名なカフカ編成の一つで、ヨイミヤの複数戦闘に弱いという弱点をフォローするために作られたパーティーです。フィッシュルのところをライデン将軍にした編成の方がよく使われていて、こちらの方が爆発の回転効率を上げることができるので、生物の厳選難易度は低めになっています。ただフィッシュルを入れた方が火力が上がるので、こちらの方が敵を倒しているという感覚を得ることができて、とても爽快です。この1枠はフィッシュルやライデン将軍でなくても、雷元素のキャラクターであれば正直誰でも良いです。自分のキャラの中で育っているキャラを入れてあげましょう。この編成ではヨイミヤの元素爆発も活用していくため、生物は暇女4セットを採用するケースが多くなっています。4セット効果でカフカのダメージ量も上がるので、とても相性が良いです。ヨイミヤの課題である防御面に関しても、オクトがしっかりと担ってくれています。オクトは元素爆発時に中段耐性とダメージ軽減を獲得し、さらに一突していればシールドも付与することができるので、雷元素キャラクターの中では抜けたシナジーを持ちます。
最後に武器や生物について載せておきます。はい、というわけで宵宮入りパーティーを紹介していきましたが、いかがでしたでしょうか。星5の炎元素キャラクターというだけで相性の良いキャラはたくさんいて、今ご紹介したのはほんの一部にしか過ぎません。バージョン 3.0 が近いので、原石を貯めたい時期ですが、良い宮を入手して損したと思うことはないので、この機会にゲットして、ぜひいろんなキャラと組み合わせて楽しんで使ってみてください。はい、ということで以上になります。この動画が良かったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それでは、さよなら。